はい、皆さんこんにちは、 X ヨッシーです。あるいはこんばんはかもわかりません。ね、今日はね、忍者でねどっか行きたかったんですけどね、ちょっとね曇りなんですよ。ずっとねこの頃天候が良くなくて家に足止めされてます。でこの時はねやっぱりねあの色の整備をねしといた方がいいんですよね。でまあすぐに行くのもあれなんだけども、こんな時に中のねカールなんかの中がねどうなってるかよく見といた方がいいと思うんですよ。ですからこれからちょっと分解して見えないところをね見てからそして行こうと思います。ではよろしくお願いします。はい、皆さんやっとこさねこれでカールねサイドの片一方のね外したんですけども、これは正直 ZZR よりもねひどい、しんどい。なんだかねこのまあ爪のリベットのところをね外すのはねまあ仕方ないんですけどね、このなんかね下の方のねこういうねなんていうかな変わったねこのネジがあるんですね。これあのネジじゃなくってこうはめ込むようなやつね、これがとにかくねあのマイナスのドライバーでやるんですけども外しにくい。それと上の方のねあのカウルのどこだったかなこの辺かにねこういうねリベットもあるんですよ。まあこれもね厄介だから、あの正直なところねこのサイドカウル外すのがこれ大変。これね正直ねバイク屋さんもねなんかね見てない、外して見てないですよおそらく。で汚いしねこんだけ外すのややこしかったね、やってないと思う。うん、まあできたらねこういうところにちょっと見といてほしいなって思ったんですけどね、まあそこまではまあもしかしたら整備の内容入ってないかわからんんですけども、外側綺麗けどね中側ねこんな風に汚いんで、まあこれもこれから綺麗にしますけど、錆止めとかねそういうの吹き付けてしますけど、まあねこれね昔の ZZR のがね簡単だったというようなところこう意外でしたね。まあ新型だから振動とかその辺も考えてやってるんだと思いますけども、しっかり止めてあると思うんですけども、これはねやっぱりねバイク屋さんに任せろっていうのかで、ね、素人がすんなっていうことがわからないけども、なんかちょっと見たいじゃないですか。これはちょっと不親切だね。何箇所かこう、まあ、10箇所ぐらい止めて、せめて ZZR ぐらいのやり方でやってくれたらね、随分楽だと思ったんですけど、ちょっとそれ乾燥、ショート乾燥をね、しときました。これ大変。だからスクリーンとかそういうのをね、こう変えるとなって、また他にいっぱいネジがあって、サイドカール外す、こうミドルカールね、外すだけでもね、こんな大変だったから、やっぱりね、かぶしちゃったのは、そういうの大変ですよね。これ、シートを外すのもね、このカウルをね、これは3つぐらい取ったらよかったんですけどね、外したんですけども、これもね、シート外すだけでもね、ネジ1本じゃないんですよ。このカウルを外して、両サイド外して、シート外すというな、そういうことになるんで、まあね、これはね、なんていうかね、解約なんかな。意外なね、この辺は盲点ですね。っていうか、所有してね、初日こういうところ辺がこう、なったと思います。で、おそらく、カウルを外さないで整備するときは、こういうところはね、この中からどうなったかな、どうやって外してみたいのかな、ワイヤーとかそういうのやりはるんと思うんですけどね。ちょっとこれ怪しいな、って。細かいところまでね、まあ、整備範囲のね、お金も入ってないかわからないから、なんとも言えないんですけども、ちょっとね、怪しい。と思いました。まあ今こうやって外してみて、苦労して外してみてね、また元に戻してする前にきれいにしとけば、また元通りにねある程度なると思うんで、ちょっとそういうはね皆さんに言っときますこんだけ大変とは思いませんでした。はい、何を言いましてもね、今回ねクセモンだったのこの3つのリベットっていうかなんていうんですかね、これねネジじゃないんですね。これはとにかくね、外れにくい。ここのところにね、このマイナスドライバーをこう入れて外すんですけども、無理にやるとね、カウルが割れる損傷がある、可能性がありますんでね。
損傷する可能性ありますんでね、これを慎重にしないとあかんですよ。結構これがね硬いんですよ、取るのが。これはちょっとな、川崎さん考えてほしいな。ともかくこれが鬼、この3つ下にあるんですけどね、ここにあるんですけどね、こことかね、この下の方にもあるんですよ、2箇所。これがね本当に鬼だったな。今回外しにくいし、おまけについてる位置が難関で、下の方でしょ、だからよーく見ないと、ハエずって見ないとダメなんですよ。気づいたんですけどね、このねそのリベットなんですけども、入れるときはね、まずこいつを、この先にこれをね、こうすぼめて入れて、それからこのね、これをね、差し込むと簡単に入るような感じです。だから逆に考えたら、だから抜くときはこれをマイナスドライバーで、頭を弾いちゃうと、これがだけが残るというような、そんな構造になってるようなんですね。でもちょっとこれ変わってるんでね、もうこれだったらね、六角はなんかの方が、いいんじゃないかなって言ってふっと思ったりするんですけどね。まあ、軽量化とかその辺を考えてこういうのを使ったんだと思うんだけども、これはちょっとね、今回のね、鬼門でしたね。この、たったのこの一つのネジがね。はい。ということでした。動画にね、撮るの忘れましたね。これをね、こう、カウル外した時にはね、線がやっぱりずっと来てますんで、こっちの根元の方にその、なんていうんですかね、ソケットがありますんで、それを外して、で、カーブ抜くと、そんな形になるようですんでね、これはちょっと申し添えておきます。これもね、なかなか最初はええっていう思うんですけどね、線でこう繋がってるんで、こっちのソケットを外して、いうことです。さてね、1時間ぐらいね、これね、カウルハウスの、もう疲れちゃいましたね、じじいなんでね。もう、大変。切り取り戻して、エンジンかけてみましょうかね。アイドリングはね、2000円ぐらいですね。まあ、できたらね、このクリップとかその辺をね、これから、変えていけたらなと思いますよね。まあね、あとはね、ちょっと残念だっていうか、ZR の時はね、ここのとこポケットあったんですよね。それはまあ、ないですよね。まあ、つがらじゃないからっていう、そういうことだと思うんですけどもね。まあ、あったら便利だなと思うけども、なかったもいいかなって思って、きっとやめちゃったんだと思うけどね。まあ、それはあった方が良かったかなと思ったりね。で、まあ、フックはね、ZR の時はフックは結構きちっとあったんで、安心して固定できる。これも固定できないことはないんですけども、やっぱこのベルトに頼ってるっていう4箇所ね、頼ってるというところ辺が、ちょっと、大丈夫なんだけどね、揺れると大丈夫かなって言って、ちょっとそういうのは頭によぎるんですね。まあ、これからね、グリップエンドとかこの辺を変えようかなと思ったりするんですけどね、どうやら色を調べてみたら、こいつがかなり硬くて、非常に皆さん手こずってるみたいですね。まあこの辺はバイク屋さんに頼んでやってもらった方がいいんかわからないですけどね。これでかなり皆さん泣いている。特にさ、鬼のように肩に切って言ってるから。そういうところ辺がね、一つあれかわからないですね。あとまあこのグリップね、ここもね、やっぱり、できたら変えたいですね。これね、付属についてたその、工具のあれなんですけどね。どうやらっていうか、まあ、これ推測ですけどね、前のオーナーさんは、このね、封をね、切ってないですね。ということは、ほとんどっていうか、全くって言ってほら、これ作ってないっていうことが判明したのではないかと。もしかしたら、他の工具をお持ちでそれを使ってあったのかわかりませんよ。ですけどね、普通で考えたらこれ使ったらいいのに、これ、ほら、全然封使っ、切ってないでしょ。ということはね、使ってないんだわ。ということはね、まあ、これは、邪水かもわかりませんけども、中の方ほとんど整備してないんじゃないのっていう気がかりもね、あります。まあ、整備そのものはね、バイク屋さんできちっとやってくださいましたんで、それは問題ないと思うんですけどね。日々それぞれの、簡単な整備のは、
やってなかったんじゃないかなっていう、ちょっとそういう懸念が少し持ち上がりました。